六六組のエンタメラブへようこそ。六六組のキメラスト、ペチと長男役のサクです。ということで、純愛ディソナンス第6話直後考察は、俺もサエの左手と手をつなぎたいですね。あら、鼻水手、鼻水手だ。あえて鼻水手で俺も行きたいです。でもさ、あれさ、どういうことだったんだろうね。いや、ね、初めさ、慎太郎とね、手をつなぐってくだりになって、はい、お前さっき鼻水拭いた手じゃないのって慎太郎が言うと、サエが、うん、いや、それ左手ですよって言って、うん、で、右手で手をつないだじゃないですか、うん、で、その後、一回、まあ、まさきの電話を機に一回手離して、はい、それ終わったらまた再度ね、うん、手をつなぎ始めるんだけども、それでサエが差し出したのが左手だったの、うん、はい、さっきあんな会話してたのに、こんな差し出すのはどういう意図だったんだろうね。あんたの性癖に刺さるでしょう。あら、最高。そういうこと、うん、鼻水好きでしょ。最高やな。慎太郎も嬉しかった。いいんや。追い込み早いな、サエは。素晴らしいね。まあでもまあいいシーンだった ね、いいシーン。好きな人の待機だったら何でしょう。おい、もう待機とかいいんだよ。言うよな、お前な、動画で。いやいやいや、今回からね、 TVer の方でスピンオフの動画の配信も始まりまして、それが純愛ディスナンスの第1部と第2部をつなぐ物語ということで、うん、これ15分間のドラマなんですけども、店長、そう、店長、店長ね、店長店長店長っていうね、題名なんだけども、で、まあこの辺についてもちょっとだけね、動画の方では触れていきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、純愛ディスナンスはですね、毎週木曜日夜の10時からフジテレビ系列で放送されているドラマでありまして、僕たちはその翌日の、金曜日に直後考察動画を上げています。放送日当日にはリアルタイム生放送もありますので、一緒に純愛ディスナンスを楽しんでいきましょう。はい、ということで早速やっていきますけども、まあまずはですね、まさきとサエがね、公園で話をしているところで、まあ、なんかね、5年前の写真をね、流したのがマナミだよっていう風にサエが伝えるんだけども、まあ、まさきはさっきマナミから聞いたよっていうことを言いまして、そう、だからまあ、そんなことあったし、マナミやばいよっていうことをね、サエは必死に伝えるんだけども、まあ、なんかね、まさき的には、これ以上妻を悪く言わないでくれ、みたいなスタンスで、やっぱこうやってね、今入れるのはやっぱマナミのおかげなんだよ、みたいな感じで、なんかこの感じからしてまさきは、マナミのことをまあ、ちゃんと、まあ、信頼していて、ね、まあ、サエに気持ちがね、残っていたのはあったにせよ、まあ、ちゃんと夫婦であろうとはしていたっていうところで、なんか思ったよりもまさきのまなみへの気持ちっていうのは強かったのかなっていう感じはしたよね。だからまあ本当にまさき自身になんか大きな陰謀とか裏があるよっていうのは本当にないんだなっていうのが、もう確定したなっていう感じでしたね。はい、ね、はい、続いてはですね、まあまなみが小説家である点がちょっとどういうことなんだろうっていうね、前回ちょっとそこら辺の謎を考察してみたんですけども、まあ、今回ね、まなみの小説をさえが持っていたから、前回の考察ではもしかしたらデビュー作はさえのね、小説の盗作なんじゃないかなみたいな考察はしたんだけども、まあそういうことではなかったっていうのが確定しましたね。天才です。いや、そう、だからまなみはちゃんと小説家として自分で成り上がった、うん、自分で小説家になったっていうことで、そう、だからまなみとさえの夢が同じだったのは、まあ、たまたまということでいいのかなっていうか、まあドラマ上の演出というか、で、今回ささえが小説をね、執筆していたから、だからこの作品をなんかね、次回慎太郎がコンテストに応募するみたいなんだよね、勝手に。おう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 。そう、だからね、これが出版されて大ヒットして、多分まなみの小説家としての地位を脅かすことになるだろうから、やっぱその対比を描くために2人同じ職業にした、はあ、なるほどっていうことではあると思いますね。で、続いてがですね、まあ、同居人のね、あの春人くんがですね、静香とご飯を行くことになるんですけども、そこでね、静香は、まあ、ある画像が送られてきたよっていうことを春人に見せるんだけども、はい、その画像っていうのが、まあ、サエの家と、コアスパークの前の写真ですね、あとモノリスエステートの前にいるサエの写真が送られてきていたんだけども、そのね、送り主のアドレスがハーミットだったんだよね。それがちょっと誰なんだっていうところをね、考察していきたいんですけども、なんかこの送り主については、まず静香も知らないみたいでしたよと、はい、うん、誰なんだろうっていうふうに言ってたんですけども、なんかこのね、ハーミットっていうのが日本語に訳すと隠者っていう言葉らしいんだよね、隠れるものと書いて、だからまあここにそんな深い意味はないのかなっていうふうには思う。ただ、本当に隠れてる、まあ、匿名ですよっていうぐらいの意味で、まあ、並び替えたら何かになるとか、なんかそういうのでもないし、特定の人物が炙り出せるような文字ではないなっていう感じではあると思いますね。で、まあこのね、送り主の第一候補ってなると、やっぱりマナミだよね。まあ、まあそこは、やっぱミーマナ、そう、ミーマナはやっぱり絶対浮上してくるだろうし、というのもやっぱりその、まず静香を召喚することで
まあ、何が起こるのかっていうのを考えてみると、第一にやっぱサエに迷惑がかかって、うん、はい、サエの人生が邪魔される、はい、その次にやっぱサエはマサキとの恋愛どころではなくなるっていうことが想像できるよね、はい、うん、だからやっぱりマナミが一番に浮上するのは当然だとは思うんだけども、でも今言ったねことを望んでいる人物ってもう一人いると思うんですよね。あったっていうのが慎太郎ですよ。おいおいおい、ここに来てマジで勘弁してくれ、ね、勘弁してくれよだし、今の慎太郎をね見ていたらそんなこと考えたくもないんだけども、うん、はい、ナポリタン王子が、ナポリタン王子やっぱり慎太郎もね、サエのことが好きですし、やっぱりまさきとくっつくよりかはやっぱりね自分に来てほしいっていうのは、まあ、多少なりともあるとは思うんですけども、うん、でもやっぱりなんかもしねこれを慎太郎が静かに画像を送っていたとして陥れてやろうとか、うん、まあ、そっちではない気がするんだよね。ほう、うん、なんか手に入れたいっていうのが先行しているんじゃなくて、うんうん、やっぱ何言ってもさえはまさきとの恋が止まらないし、まあ、言うと今ね、うん、その既婚者でありますから、うん、不倫になってしまうので、はい、まあ、目を覚ましたくてやったとか、なんか そういうのだったらまだ慎太郎のキャラっていうのは守られるのかなって、うん、まあ、そうだね、なんかすごいなんか裏があって落とし入れてやろうとか、うん、そういうのだったらちょっとねがっかりするっていうか、う、ね、視聴者としては悲しいじゃん、うん、慎太郎がね、サエを思っての苦肉の策みたいな、そうそうそう、なんかそうそう、結局もし万が一ね慎太郎がそうだったとしても、まあそっちなのかなっていう感じはするし、うん、まあそっちを望みたいっていうところではあるよね、うん、そう、七人と手組んだとかそこまでは言ってないってことね、言ってないとは思うけどね、まあ一応二人でマナミの家でお話しする場面があったから、うん、まあ一応もうそこのパイプがあることはね、うん、間違いないんだけども、まあ、でもやっぱ順当に考えると、まあ、マナミがねサエの生活を崩壊させて、うん、マサキとの距離を離させる作戦っていうのが一番、まあ、順当ではあるかなっていう感じはするよね、うんうん、まあ、前回はねマナミがお金をね静かに渡していろいろ行動してもらってるっていうふうに思ってたんだよね、うんうん、借金に追われているっぽいし、うんうん、でもなんか今思うとさ、あのサエがどこにいるか分かる画像だけ送っちゃえば、でも勝手に静かは行動すると思うんだよ、うんうん、はい、うん、だからマナミと静かは直接の関係がなさそうかなと、うん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 、ただマナミは一方的に静かに画像を送り込んでいるだけで、はい、うん、だからそのお金の件っていうのは静かが抱えているトラブルみたいなところはちょっと切り離して考えてもいいのかなっていうふうに思いまして、うんうん、そうで今回ね静かがコインロッカーの前で札束からお金を抜いてね自分の財布に入れた描写があったんですけども、うん、その辺っていうのもまたマナミとは別件なのかなっていうふうに考えられるよね、うんうんうん、だからまあ静かがこの5年間の間に抱えたトラブルか何か でそれこそ前回のメールで逃げても無駄だぞっていう風に来てたから、もう借金関係もしくは、まあ、今回出てきた札束をそもそもそのメールの送り主から盗んでしまった、うん、そうよね、とかで、まあ、隠れてるのかなっていう感じはするよね、うんうん、まず静かに逃げてるっていうのがすごい描写として描かれてると思うから、そうね、そうなんでいいんじゃないですか、そうでも思うんだけど、でもそうなるとでもね後ろからさ静かを見ている人物がいたから、だってさ、もしお金を盗まれた人物だったとしたらさ、そう、もう行っちゃえばいいじゃん、そうなのに行かなかった、なんか後ろから見守っているっていうところだったので、まあさっき言ったのとはちょっと覆るけども、まあ学びの線もまあゼロではない、まあ行動を見るとね、そう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 、やっぱり静かと直接関わっちゃうと割と何しでかすか分かんないから、やっぱあくまでも隠者として、なるほど、で自分の身分は明かさないでメールでやり取りして、まあ、そうやってお金で報酬をね渡したりとか、お金でコントロールしてるとか、うん、まあいう線も、まあ、まだ消せはしないかなっていう感じかな、ちょっとここ難しいなっていうところだね、うん、はい、であとですね、ちょっとハーミット、あれ隠者、もう一人人物が浮上してまして、うん、まだいますよ、いないよ、もういないよと思うじゃん、このドラマを超考察視点で見ると、うん、リコが浮上するんですね、え、りっちゃん、りっちゃんがシェアハウス嫌いなだけだ、いや違う違う、嫉妬とかじゃない、ね、身の敵にしないで、あんな幸せなクマが嫌なんだ、いやそうだね、だけども嫉妬じゃなくてちゃんと根拠があるんです、これは、そう、というのもリコって占いとか好きじゃないですか、あかなり、あ、そうだね、そう前回もサイになんか相性占いとかしてあげてたし、うん、今回のねスピンオフでもサエが初めて寮に来た時になんか水晶玉を置いてタロット占いとかをしてたんですよね、うん、そうでね、このハーミットの直訳である隠者っていうのがですね、まあ、タロットカードにもあるものらしいんですよ、隠者っていうカードが、そうそうそう、だからやっぱこの共通点から考察すると、まあ、大穴リコっていうのも面白いのかなと、なるほど、そうで真剣に動機を考えてみると、うん、やっぱリコはね慎太郎のことが好きだったのに、はい、ある日急にねサエが寮に来てしまったことで、うん、気持ちが再びねサエに向いてしまったと、うんうん、だからその復讐のために
静香を召喚して紗友を苦しめるとかね、うんうん、あ、まあ動機としては正直慎太郎よりある気もする、ね、まあなんかね割と可能性的にはいやそうなんだあるよね。じゃあちょっと慎太郎から紗友のお母さん情報を聞き出しので、まあいろいろうまくやって、うん、こういう状況を作って作った、うん、でやっぱりこのね莉子が静香の連絡先を入手する術っていうのが、まあ慎太郎って今言ってたけど、うんうんうん、まああんまりなんかね、うん、まあないわ、考えづらいから、そうだね、そうだからやっぱりかなりぶっ飛び考察の域は出ないんだけども、まあね、うん、占い好きが占い好きっていうところでちょっと面白いかなって感じですね、うん、はい。続いてがですね、みちかとまなみに関してなんですけども、まあ2人が飲んでいて、なんで悪評高いうちの会社を選んだのっていうふうにまなみが聞くと、みちかは君がいるからっていうふうに答えるんだよね。あら、うん、するとなんかまなみはちょっと目がめっちゃ泳いでたんだよね。はい、そうだね、うん、だからこれはちょっともう、まあ、みちかのアタックが多少効いてるっていうことには、面食らってるなるのかな。その後に急ブレーキキスでしょ、だって出た。まあそうだね、その後あったりしたけども、まなみの中での心情の変化があんのかな。そうだから案外そのなしじゃないよみたいな、まあまあ、そうかもな感じには見えたんだよね、はい、で今さくが言ったように別の日にはなるんだけども、みちかが急にまなみにねキスをするんだよね、うん、でそこでまなみは父のことを恨んでるから近づいたのよねっていうふうに言って、で5年前に会ったことも覚えていたんだよね。はいはい、土下座か。そう土下座のこともで、そこでみちかはやっと思い出してくれたんだねっていうふうに言うけども、これなんでお互い覚えてるのかめっちゃ不思議なんだよね。そうだって、あの一瞬さ、一応描写的には出くわしただけでしょ。でちょっと喋っただけか。てかなんかそう一言さボソって言っただけだから、ね、あれだけでまなみがケンジの娘だっていうことが分かったのかっていうことと、まなみはまなみでね、みちかの事情とかも全部ね知ってるっぽかったから、うんうん、まああの後にもしかしたらなんかねもっと深い会話とかがあったのかもしれないけども、うん、ちょっと謎だなっていうところありましたと、うんうん、でも本当に2人の恋の話だけどさ、うん、まあ、みちかはさ父親にさ、うん、復讐をしたくてまなみに近づいたのは本当だけども、うん、まなみからしたら自分を本当にちゃんと見てるっていうふうに思ったのかもね。あー、まあそうだね。まさきはさやっぱ結局さえを見てる感じがするけど、みちかは意外に私にちゃんと向き合ってくれてるっていうのをちょっと感じつつあって、うん、そうそう、だからね、みちかがちょっとその辺が謎でして、まなみに気持ち本当に言ってきてんのかなっていう風になってきてんだよね。そうだね、そうそうそう、意外にあるのか、いやあるのかもって思ってきて、うん、だって一応まあみちかは表面上ケンジへの復讐のためにまなみに近づいたっていうところはあるんだけども、うん、でもやっぱここまでキスしたり、そのまなみを口説き落とそうとしてるっていうところがちょっと引っかかってて、だってケンジを落とし入れるんだったらさ、今回の第6話でやったようにまさきを利用することでモノリスエステートを落とし入れるっていうので、まあ十分だと思うし、そうだよね、そう、それをした今まなみを口説いてケンジに近づく意味ってもうあんまりないと思うんだよね。うん、もうそっちのなんだろう、まさきルートだけでケンジの攻略っていうのはできるはずだから、だからそのまなみを取り込むっていうことがあんまりそのケンジの復讐に直結しなくなってきてるふうには見えるんだよね。家族を奪うみたいな発想にもあんのかな。あ、やっぱり恨みなの。結局俺ちょっと恋愛になりつつあるのかなって思ったもんね。つつあるけど、恋愛になりつつ、まあ復讐プラス愛で、うん、そうだね、どっちも叶えるというか、うん、うん、ということで、まあ、本編の方はね、はい、以上になりまして、うん、ちょっとスピンオフの方もちらっと最後にお話ししていきたいんですが、ここで注目すべきとこだったのは、要はまなみのその容姿の変化っていうのが描かれてまして、はい、まあ、なんかその小説家デビューが決まった瞬間っていうのもね、そこで見れたんだけども、なんかその後になんか急に化粧をしだして、はい、なんか割と本当急だったんだよね。確かに、いきなりちょっとまさきに見合う女性にならなきゃみたいな感じの心の声があって、急に化粧台に立ってなんかこうやってねやり始めたんで、なんか本当にただ単にまさきに見合う女性になりたいっていうその一心でああなったっていうだけで、あの容姿になったから性格も変わったっていうよりも、なんかね、性格はもうすでに小説家デビュー決まったっていう時から割と明るかったりしたから、うん、なんか性格は割ともうまさきとくっついたことで、うんうん、そっちの明るい風になってって、うん、容姿はもう急にイメチェンみたいなぐらいな感じだったんだろうね。話さないためにも、いやなんかそうだね、まあ、そうだね、うん、なったし、まさきを話さないための行動をそうどんどんしてってるっていうような感じでありましたね。そうだから、まあ、まなみも本当にちゃんとまさきのことが好きっていうことなんだろうね。うん、だからそこに小坂とかが絡んでくるのかっていうのがもうなさそうだなっていう、うん、
やっぱまさきもまなみもちゃんとそれぞれ思い合っててみたいなところで、あんまり深読みしなくていいのかなってちょっと思えてきた ね、このジュアディスナンスの感じがすると、でも本当に回を増すごとに面白くなっていってるので、ね、スピンオフの方も始まりました。どんどん盛り上がってきてますので、ジュアディスナンス一緒に引き続き楽しんでいきましょう。お願いします。はい、ということで僕たちはジュアディスナンス以外にもいろんな構図でやってます。今赤いダンスコール初恋の悪魔ますます盛り上がってますので、そちらもよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで、ベチ、はい、好きな人の手が汚れていてもギリ手をつなげる、ギリギリのもの汚さ、何でしょう。何かは言わんけど、まあ朝一だったらまあいいかな、何でも朝一のだったら、朝一のだったら、どういうことだ。